ムアチンムアチンは、アラビア語で、イスラム教の礼拝を呼びかける役の人、またアザーンを唱える人のこと。大きなモスクには、枠府の資金で雇われた専業のムアチンがいることがあり、1日5回の礼拝の前に、モスクのミナレットの上からアザーンを唱え、ムスリムに礼拝を呼びかける仕事をする。 元来は各ミナレットの回廊を歩きながら呼びかけて回っていたが、後には回廊へ上がったムアジンが手持ちの拡声器で、さらにはモスクの中の一人のムアジンがマイクの前で呼びかけ、ミナレットなどに取り付けられた拡声器で声を流すようになった。また、どこであろうともムスリムが集団礼拝する時には誰かがアザーンを唱える役を務めなければならないが、 このような臨時の無ジ人がアザーンを唱える場合は、特に声量は求められない。最初の無ジ人と言われている、ビラール・ビン・イコール・ラバーフは現代でも無ジ人の目指すべき姿として尊敬されている。コーランの読み歌い者や無ジ人は、よく耳の後ろに手を当てて唱えていたりするが、この仕草は、ビラールの時代より伝わっている。無阿人を務めることには、大きな苦読があり、 死後の審判の日には、審判者から目立つ存在になれるように首が長くなる。ムアジンを7年務めると、地獄行きを免れる。12年務めると天国へ行ける。といった伝承がある。ハディースによれば、格モスクには2人のムアジンを置くことが望ましいと、されている。また、ムアジンを務める者には、様々な要件が課せられており、それらに反することは剣をされる。 無駄人となるものはムスリムであること、理性あるものであること、狂人、酔っ払い、失神する癖のあるもの物心がつなかい子供であってはならない、男であること、女や虚勢された男であってはならない、病気などの理由がない限り立って行うこと、決まった所作を守ること、清潔さを保つこと、感高い声の持ち主であること、原則として、 最初から最後まで一人で唱えること、正しい心構えを持ってから唱えること、アザーンに変化や工夫を加えてはならない。なお、盲人や物心がつながい子供でも、ム悪ッカトと呼ばれる時間を守る役目の補助者がいれば、ムワ人になれる場合があった。ありがとうございます。